早木ゲームズです。バージョン 2.7 螺旋12層星9を無課金で星4キャラ星4武器を使って達成した時の様子を見ながら攻略ポイントを解説したいと思います。パーティー編成はこんな感じでやっており、サンバとも同じ編成となっています。それぞれのキャラのビルドとステータスは動画の後半で紹介していますので、興味のある方は概要欄のチャプターからご覧ください。また皆さんで星9が取れた方はこんな編成で取れましたっていうのをコメント欄の方に書いていただけると他の方の参考になるのかなと思います。次に祝福ですが、バージョン 2.7 は3期に分かれており、今は6月の神期なので第1期となっています。第1期は元素スキルを発動すると通常攻撃ダメージがアップします。第2期は元素スキルが敵に命中すると敵の物理耐性および元素耐性が下がります。第3期は元素スキルを発動した後、通常攻撃が敵に命中すると衝撃波が発生しダメージを与えてくれます。このように元素スキルが起点となってバフやデバフ追加ダメージが発生するということになっています。特に祝福の内容でパーティー編成を変える必要ないと思いますが、ギリギリ時間が足りない時などは祝福の効果を意識して立ち回りを変えてみるといいかもしれません。ここから1魔の前半をやっていきます。ここの敵はトリックフラワーの氷と雷が3体ずつ出てきた後、ビシャップが2体出てきます。トリックフラワーの氷タイプは氷耐性が高く、雷タイプは雷耐性が高くなっています。またビシャップは岩耐性が高くなっています。雷耐性の高い敵に雷攻撃をしているので相性は悪いのですが、それでも時間に比較的余裕があるのでこれでいっています。範囲攻撃ができるパーティー編成なので3体まとめて攻撃することができています。ここでもし時間がかかるようでしたら雷キャラを抜いて炎キャラを入れると良いと思います。途中でシールドを張ってくることもありますが、シールドの耐久値が低いのでそれほど気にすることはないのかなと思います。トリックフラワーを合計6体倒すとビシャップの岩が2体出てきます。ビシャップの攻撃は避けにくいものが多いので、攻撃を避けるのが苦手な方はシールドキャラを入れるのが良いと思います。今回は北斗のシールドに行く秋のアマスダレの剣を合わせて使っています。ビシャップ2体と同時に戦うことになるので、今回のパーティーのような範囲攻撃ができるパーティーで戦うと楽なのかなと思います。ビシャップは途中で属性をまとうとその属性の耐性が少し高くはなりますが、気にせずどんどん戦ってもらえれば大丈夫かなと思います。ここから1魔の後半をやっていきます。ここは遺跡守衛を1体倒した後、遺跡重機1体と戦うことになります。今回の12層は1魔から3魔とも前半は複数の敵と戦い、後半は体力の高い敵と1体ずつ戦うという形になっているので、それに対応したパーティー編成にするのが良いと思います。クリアできるパーティー編成はいろいろあるとは思いますが、自分の星4キャラパーティーの中ではシャーニンとロザリアの妖怪パーティーが一番早く敵を倒せるので後半に持ってきています。遺跡守衛、遺跡重機とも物理耐性がかなり高くなっていますので、ここで時間がかかるようでしたら元素攻撃主体のパーティー編成に変えてもらえるといいと思います。弱点を攻撃すれば動きを止めることはできますが、そんなことしなくてもご利用して十分間に合うのかなと思います。ここから2魔の前半をやっていきます。ここの敵はまずヒルチャールボートの氷立てと氷スライムが何体か出てきます。それを倒すと氷のヒルチャール王と氷スライムが出てきます。氷スライムは氷シールドをまとっていたり氷元素が付着しているので、このキャラを使うと早く倒すことはできますが、今回は後半にシャンニンとベネットを持っていきたかったので完全パーティーで戦っています。シールドを剥がした後の耐性は氷元素でなければ全て同じとなっていますので、雷元素や水元素攻撃でもそこそこダメージを入ります。
後半のパーティーとの兼ね合いもありますが、ここで時間がかかるようでしたら炎キャラを編成すれば時間は短くなると思います。氷のヒルチャール王は登場した後氷シールドを貼って強化状態に入ります。強化状態になると攻撃の頻度が上がったり中断耐性が上がって強くなっています。ここでも氷シールドなどで炎元素攻撃を当てると早く剥がすことができるのですが、今回の雷と水主体のパーティーでもそこそこの時間で倒すことができているのでありなのかなと思っています。シールドを剥がした後の耐性は氷耐性と物理耐性が高くなっているので、氷キャラと物理攻撃主体のキャラは外した方が良いのかなと思います。このパーティーで1分半程度でクリアすることができています。ここから2マの後半をやっていきます。ここの敵は魔偶剣機が一体となっています。待機モーション中はダメージは入りませんが、元素エネルギーの回収はできるのでやっておくと良いと思います。魔偶剣機は特に何かの耐性が高いということはないので、どのタイプの攻撃でも大丈夫です。ただ体力が高めに設定されているので、ある程度火力が出るパーティーで挑むのがおすすめです。また魔偶剣機の攻撃力はかなり高いので、攻撃を避けるのが苦手な方はシールドキャラを入れるのがおすすめです。魔偶剣機と戦うときは遠くから長距離攻撃をすると鬼のお面でガードされてしまうので、くっついて戦うのが基本となります。魔偶剣機は最初はゆっくり動いていますが、ある程度体力が減ってくると幻影が出てきて攻撃のパターンが増えます。さらに瞬間移動してかなり遠くに移動するので、消えたと思ったらすぐに居場所を探して追いかけるようにしてください。このパーティーでの戦い方はシールドを吐きながらくっついて、ベネットの爆発、ロサリアの爆発、シャンリンの爆発の順番に爆発を打ち続けるということをしています。シャンリンについては爆発を回しにくいので、ベネットの元素スキルで出た粒子をシャンリンで受け取って元素エネルギーを貯めて爆発を打ち続けられるようにしています。ここから3魔の前半をやっていきます。ここの敵はアビサルビシャップの水タイプの子供が2体となっています。こちらの敵は水の耐性が少し高くなっているのと、口から出してくるエネルギーの弾に当たってしまうと元素エネルギーが減るので注意が必要となっています。ここでも2体同時に戦うことになるので、今回のパーティーのような範囲攻撃ができるパーティーで戦うと楽に進めるのかなと思います。3魔の前半の難易度は低いのですが、後半のからくり陣形で結構時間がかかるので、できれば40秒前後で終われるといいのかなと思います。ここから3魔の後半をやっていきます。ここの敵は工場からくり陣形が1体となっています。工場からくり陣形は待機モーションの間はダメージが入りませんが、元素エネルギーの回収はできるので回収しておくと良いと思います。工場からくり陣形は物理耐性がかなり高いので、物理攻撃主体のパーティーはやめた方が良いと思います。また体力がかなり高いので、手持ちのキャラの中で一番火力が出る編成にするのが良いと思います。自分の場合は手持ちの星音キャラの中ではシャンリンとロサリアの妖怪パーティーが一番火力が出るのでこの編成にしています。しばらく攻撃を続けていき、工場からくり陣形の体力が減ってくると動きが止まって4つのパーツが分離します。4つのパーツは遺跡騎兵に変わりますが、4体のうち1体のみが光っている輪がついているので、その光っている輪がついた遺跡騎兵のみを攻撃します。他の3体は無視してもらって構いません。光っている遺跡騎兵を倒すと工場からくり陣形の本体がダウンし、全ての攻撃に対して耐性が低くなり、ダメージが入りやすくなります。本体がダウンしている時間は結構長いので、この間に全力で攻撃をして元素爆発を当てて体力を削るようにしてください。数万単位のダメージが連続で出ていますが、工場からくり陣形の体力がかなり高く設定されているので、体力ゲージを減らすのに時間がかかってしまっています。
ダウン状態がしばらく続くと、工場からクリジン系は再起動し、通常状態に戻ります。ここからは普通に戦っていくことになりますが、またしばらくすると4つのパーツに分離してしまい、時間がかかってしまうため、星3を取ることができなくなってしまいます。このため、通常状態が続いている間にとどめをさせるように、どんどん攻撃をするようにしてください。時間が全然足りていないなら育成不足の可能性が高いですが、少し足りないぐらいでしたら次の日まで待っていい強化効果が出るのに期待するのもありだと思います。ここから今回使用した8人のキャラのビルドとステータスを紹介していきます。それぞれ5秒ずつ出していきますので、気になるところがある方は一時停止をしてご覧ください。普段はスクロースは大霊の断片を持たせていますが、今回は緊迫施策を持たせてヒーラー運用をしています。前回の螺旋の動画からシャンリンの武器を西風槍から魚角に変更し、フィッシュルの武器を西風弓から絶弦に変更し、より火力が出るような形にしています。爆発が回りにくくなった分はチャージ効率を持ったり立ち回りで何とかするようにしています。以上、バージョン 2.7 の螺旋12層星9の解説でした。このチャンネルでは、ギミックの解説や生物などの回収ルート、螺旋の攻略など、旅人の皆様のお役に立てるような動画を投稿しています。よろしければ、チャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。また、ライブ配信も定期的にしていますので、質問、相談などありましたらお越しください。Twitter ホヨラボの方も概要欄のリンクからフォローいただけると嬉しいです。では